ははははいいいどうもロズティアです、はい、こんばんばと、はい、今日もね相変わらず鼻声というかねもう鼻が荒れしてるんだけどえっ、ー、と今日でも言うて今日っていうかまあ昨日からそうなんだけど昨日の昼ぐらいからそうまあえっ、ー、と朝とかは寒かったけど昨日はねだけどまあ今日ん昨日の昼から夜夜とか夜中とかまあ今も今に至るまであのー あんまり寒くないからうんな、なんか、だからこそ余計にさ、なんか、その花粉というか、無駄にあったかいから、なんかその温度差でなんか、眠くなっちゃったりとかして、変な時間に寝た,寝たりとかしてるよね。実際俺さっきまで寝てて、えっと、1時過ぎぐらいまで寝てたからね、普通に。1時過ぎ ?2 時前ぐらいまで寝てた。うん。で、まあ、てな感じで。 えーと、まあ、最近あのラジオのネタが別にネタがないわけではないんだけど普通にあるっちゃあるんだけどあのー、な何て言ったらいいかなちょっとねその方向性がちょっとつかみかねてて、ま、前はさそれこそ三毛猫さんの話だったりとか、まあ、自分が教える人の話をわー,ーしてたりえー、と話題になった人のことだけを言ってたりしたんだけどまず推しにして。 っってててるる人のことを言言い続けるって言っても例えばそのミケレゴさんとかナズナちゃんとか、まあ、まあルシアはもういないかの話を毎回してるとか例えばミクロの話をしてるとかあとナラ様の話をしてるとかノラーラの話をしてるとかって言ってるんだと本当にもうねなんか手なんていうかなもうその天井に到達しちゃうよねもう,もうネタ切れちゃうしまあもちろんねご本人たちが活動を続けてる限りは新しい話題っていうのはいくらでもあるんだけど 何て言うかな例えば推しアカみたいなやつで例えばミケネコさんのことだけを喋ってるんだったらもう本当にそういうアカにすればいいんだけどそうじゃないから他の人の話もするよってことになってくるとそのまあまあそれだったら話題になってることというかそれかまあそのこういうことがあったけど俺はこう思うみたいな話だったりっていうのが強かったんだけど。うん ちょっと最近あんまりそういうことが、まあ、例えばさそのこの前のさアキシャ君の卒業もそうだけどえっ、ー、とそのリスナーが関わってくるような話とかをいやお前らそれどう,とどうかと思うみたいなことを言ってたりするよね結局ねであのそういうこと言うの違うだろうみたいなんとかうんでどっちかというとそのリスナーの気持ちに寄り添うというよりは そのライバーの気持ちを考えて発信するような方向性だからまだねアクシ君とかの件はその事情を知らないとはいえその気持ちをおぼんばかることができるから正直そりゃあんなこと言われてたらねっていうのがなんとなくわかるからあれなんだけどそのややこしいことも多々あるんよね前のルシアちゃんの件もそうだけどあの契約解除の時とか。 えーとまあ、それ以外の件でもそうだしこの間のさらんちゃんのこともそうだけどそのリスナー側の思いだったりその会社側の思いだったりその立場っていろいろあって難しいけどあのまあ基本的に俺のスタン,としス,タンスとしては別にそのライバー側のとか言ってるけど別にそうとは限らないからね。あの基本的になんかそうなっちゃうだけであって別にどの立場に立つかはその時によるから。 で今,日の今日の話なんだけど、これ、イラストはこれローレン、ローレンイノアさんなんだけど、えーとね、別に彼のことを喋りたい、まあね、彼のことを喋りたいっていうのもあるんだけど、実際、これね、共感したっていうタイトルになってると思うんだけど、な何を共感したかっていうと、これ、まあえーとー、まあ俺もツイッターとかで調べて、エゴサーをして、トレンドに上がってたから、ローレンが。 彼の名前がねトレンドにあのフルネームじゃなくてローレンで上がってたからだからまあまあ多分そのなんだろうな多分アクシア君のことに対して言及したんだろうなと思ってまあまあそのエゴサをしてみたわけよそのトレンドに上がってたからそのワードでねそしたらまあ言ったらまあこの件についてまあいろんなその周囲の方が方がっていうかまあ2次3次のライバーの人がそのコメントをしてるわけよまあこういう考えまあ その応援してくれてる証だとかねその卒業この件でねこうやってそのお気持ちがあったりとか大騒ぎしたりしてるのはやっぱりそ,のそれだけ彼のね活動してきた証であるとかまああとまあその彼の決めたことだからみたいなこともあったりとかまあ突然のことでねその悲しんでる人もいるだろうねみたいなことだったりとかまあいろいろあるんだけどまあこれは多分どこでももういろんな人が言ってることなんでね別にその内部外部関わらずなんだけど。 えーとそうだなそのローレン君に関して言うとあのなんかこの件でその精神的に来てる人がいるとまあ実際そうなんよこれは前のそ,のそれこそルシアちゃんの件でもいそうなんよ精神的に来てるやつとか,なんかそれこそなんか誰かが言ってたけどあの飯が喉を通らなくなってる 中学生高校生ぐらいの,その元ファンデッドがいるみたいな話があったりとかその精神的にかなりきてるやつがいると。でまあ特にそうだなあの今はさ卒業してまだ3日4日しか経ってないから4日かしか経ってないから、まあ、まだその実感がそこまで湧いてなかったりするやん例えばさ、まあ、これちょっとそのくあの比較すんの,あの不謹慎ではあるけどあの誰かが亡くなった時とかさ あの葬式の時とかいわゆるそのまあお通夜の時とかってさまあお通夜はまあ当日だからあれなんだけど葬式の日とかさまあ言ったら忙しいじゃん特に自分の身内がそうなってるんだとしたら忙しいじゃんそのいろいろとその手続きであるとかさ。 その業者というかまあ葬式屋との運転アカウントとか忙しいやん忙しくて動き回ってるからその悲しくはあるけどまあまだなんか現実味がないよねもう,もう何,何かしてるからで何かしてんのが終わった瞬間にグッとくるって言うけどグッと来ると同時にさまだ忙しいのが終わったばかりでは疲れてるんよねで疲れてるから寝ちゃうとかあとその まだその1日2日しか経ってないから現実味がないみたいなことって結構あるやんそれがまあその1ヶ月2ヶ月1年とか経てば経つほどその悲しみが襲ってくるとかその現実味が来てどんどんそのああの人もういないんだみたいなこれでルシアの件でもよくあるからねあの例えば今でもそのご本人のその 動画というかアーカイブはもう全部消えちゃってるけどそ,のそれを元に作った切り抜きっていうのはもちろん消えてないから普通に残ってる人は残ってるからその切り抜きなんかにその元動画が当然ねこれその切り抜きの流儀として切り抜き作った時は元動画を貼るっていう流儀があるんだけど、まあ、その当然元動画を開こうとしても当然消えちゃってるから見れないやんかルシアちゃんのやつとか。 えーとあと誰だろうひなちゅんは一応今ニコニ,ニ,コニコニコの方で活動してるんだけど、まあ、そんな風にそにアーカイブが見れなかった場合その繋がってなかったりするわけよ。でそういうのを見てなんかそのあもういないんだなっていうのを実感するみたいなのがあったりとかしてそういう人がなんか精神に来たとかそのメンタルやばいとか病んでしまったりとかみたいなことになると。 だからそういうことになっちゃうから今後ねま,あまだ言ってまださっきも言ったけど4日5日ぐらいしか経ってないからまだその現実味はないかもしれないしそのまだその例えば彼の場合別にアーカイブとかまだ見れるだろうしあとあのなんだ <laughs> 切り抜きとかを見ることもできるし。 その過去のコラボとかを見ることもできるからそういうのを見ながらあこんなこともあったりあんなこともあったねっていうふうに見ることができるわけよだからなんかまだその卒業は悲しいけどまだまあまあまあ決めたことだしねぐらいに思っててもこれがなんかそのガチ推しの人だったら本当にバーンアウト症候群みたいになっちゃうよあの今までそれだけ推してれる熱量が強いければ強いほどそういうふうになっちゃうよねで。まあ、それに対して そ,のそれで精神が来てる人とかまあそのすしんどい病んでるってなってる人はその状態で例えばさ他のライバーを見たりとかそのまあ2時3時でもホロライブでもいいんだけどなんか見たりとかしててそれを誰かを押すっていうのをそのまま継続してまあ言ったらさその穴を埋めるじゃないけどさ自分の心の隙間を埋めるじゃないけどそういうののために他の人を押したりとか何か他のことに金使ったりとかっていう風なことをしてたらあ,のあんまよろしくないから。 まあよろしくないってまあ仕方ないんだけどね仕方ないんだけど、まあ、そういう風になって良くないから、あのー、そういう風にちょっとメンタルがやべえなってなってる人に関してはその休んだ方がいいとその心を休ませた方がいい結局その人を押すっていうのは楽しいことだし誰かを押すそれがね押し勝つとかっていう言葉もあるぐらいさ、まあ、いろんな界隈であるわけよだから そう推し活でその人に金を使うとかその人のために何かをするとかその人を見るとかっていうのがまあ楽しいことなんだけど楽しいことと同時にやっぱりその、まあ、恋愛とかでもそうだし友達関係とかでもそうだけど人間関係だから所詮ね推しだって人間だから人間関係だから VTuber だってね。だから そ,のそれによってそのメンタルが削られることもあるし揺さぶられることもある揺さぶられるからこそ楽しいからね推しってまあ恋愛とかでもそうだけど心が揺さぶらられるからこそ面白いんよね結局はだからそれを考えるとやっぱりその揺さぶられるとかドキドキするとかっていうのって楽しいけどやっぱり疲れるよ人間の心消耗するよね。だからその今の状況でその ななんだろうな強いショックを受けたり悲しんでる時にその無理やり心を揺さぶったりするとその時はさなんかあの心なんか気を紛らわせる感じにはなるかもしれんけど余計疲弊するからでそれがなんかそれこそ1ヶ月経った2ヶ月経った3ヶ月経ったってなった時にどんどんその実感が湧いてきて「ああもうあいついないんだ」「あもうねその握手役いないんだ」とかさ みたいなのでこうショックがガーッと来た時にさその消耗しすぎてるからずっと消耗しすぎるその3ヶ月休まずにさ他の人をしてみたりとかさその過去を思い返してみたりとかさ休まずにそういう活動続けてるからメンタルが休まってないからよくないやんかそういうのってやっぱだからそういうふうになったら心配だからあの休めてくれとそういうふうに病んだりとか精神的にその辛い人はその 推し活だったりとかちょっと休んだ方がいいんじゃないかなって言ってたよね。でまあちょっとニュアンスは違うよ。俺もそのアーカイブとかはまだ見たわけじゃないんで一応その Twitter の方でそのリスナーの方がねおっしゃってたやつをちょっと拾って今喋ってるんでまあまあそういうことを言ってたんだと思ってで他の人の言い方はみんな違うらしいよ。言ったら他のねそのこの件というか2時3時のライバーでこの件に関わってた人はなんか。 まあなんか違うアプローチでそのコメントをしてるらしくてそのまあまあそれぞれの言い方にやっぱりその本音が出てるんだなみたいなことをそのリスナーの人がねおっしゃってたんだけどまあ確かにそうだよなとは思うよね実際問題で特にこのローレン君の言ってる本音っていうのが俺がすごい共感できたなっていうとりあえず休んだ方がいいよっていうのはあるでそのそのなんか休まずにさその人間のメンタルって 体の傷と違ってさ目に見えるもんじゃないからあの何て言うかな <laughs> 致命傷になるまで気づかなかったりするんよで致命傷になっちゃったらその体の傷だったらさまあそれそれこそさ部分欠損とかでない限りはさある程度治せたりするんよ死なない限りはねだけどその心のダメージとかって治らないんよその例えば仕事とかの あのー、パワハラとかでそのメンタルめちゃくちゃやられてなんとか仕事はやめれたけどその1年ぐらいその職場復帰できなかったとかみたいなケースって、まあ、1年で済めばいいけど何年も復帰できないとか何だったら仕事自体できなくなったとかその精神的に病んでねみたいなことってあるんよ大落としね。それぐらい治らないものだからそのちょっとしたかすり傷でもなかなか治らなかったりするわけよ。 だからそ,のそうなる前に休んでほしいっていう感じは俺にはすごいわかる、まあ、もちろんそこまで直接的なことはローレン君にしたって他のライバーにしたって言わないだろうけどそれはねそのなんだろうそのライバーとリスナーがい話す内容じゃないからそこまでは言わないけどそういうことだと思うよはっきり言ってメンタルが来てる人は休んだ方がいいっていうのはそういう意味だと俺は思うよ うん、だからその2時を見てる人とかまあそのアクシア君を好きだった人とかでこう急に卒業ってなってわーってなってる人そのなんとかして連絡したいとかそのメッセージ伝えたいとかなんかわーってなってる人は休めととりあえずいいから <laughs> 忘れろとは言わんから休めっていうことだよそれで一旦落ち着けっていうことだよ、うん、それはすごい分かるなと思ったよねはいまあ、そんな感じでロズティアでしたバーイバイ